こんにちは。今回はプロトレーダーのですね、シンプルなロースカーシとヒゲの見方分析をちょっと紹介していきたいと思います。またまたですね、感想をちょっといろいろいただいているのでちょっと紹介していきたいと思います。電子書籍と動画見させていただきました。ありがとうございます。自分の場合コツコツドカンというよりドンと利益を取って調子に乗ってポロポロ損をしてを繰り返し、気がつけば資金が減っているという状況が続いています。手法はいろいろ勉強してきたのですが、問題はそこじゃないと思い始めたタイミングで道鶴さんの動画に出会いました。自分でも自制とメンタルを鍛えなければというところまで課題に挙げていたのですが、日常生活の中からという言葉に思い当たることがたくさんあり、具体的な気づきをいただきました。改善するのは覚悟がいることだと思いますが、一つずつ自己改善をしていこうと思います。ありがとうございます。そうですね、これ本当にね、たくさんの方からいただくんですけど、日常生活が大事っていうのは目から鱗でしたっていうのはすごいよく、言ってもらってますね。で、やっぱりね、トレードで勝とうと思ったらいかにトレードのことを学ぶか、いかにトレードの練習をやるかみたいなところにどうしても意識いっちゃうんですけど、そうじゃなくって、実はその1を突き詰めるよりもそうではない残りの 99% を、見直していくっていうことが重要ですよってことなんですよね。で、改善するのに覚悟がいることだと思いますかって、書いてあるんです。確かにね、覚悟、それなりの覚悟は必要なんですけども、大事なのは本当に、とにかく毎日続けていくことですね。それが些細なことであったとしても、毎日 1.1 を積み重ねていく。 0.9 を積み重ねていったらどんどん減っちゃいますけど、 1.1 を積み重ねていく毎日、とにかく毎日ちょっとずつちょっとずつ実践していくこと、そこまで負荷をかけすぎることなく、そしたら気づいたらものすごい差になってるっていうことなので、もちろん覚悟はね、それはあったらあって素晴らしいことだと思うんですけども、仮にそこまでよしっていうふうに決められなかったとしても、とにかく続けていく、コツコツとやっていく、そしたらね、絶対振り返ったら、絶対着実前に進んでますので、はい、そんな風にやっていってもらえたらと思います。じゃあ続いてのですね、感想ですね。光代さんの電子書籍を拝読しました。非常に冷静な視点からトレードという真魍魎が、うごめく世界を見ておられると感じました。手法も大切ですが、普段の生活の何気ない積み重ねをおろそかにしてはならないと骨身にしみるお言葉でした。よくある何ヶ月でこれだけ稼げましたみたいな煽りもなく、物事の本質的な側面を見抜いておられるのはさすがだと思います。また動画は見えておりませんが、じっくりと勉強させていただきます。今後ともどうぞよろしくお願いします。あとはですね、こんなのもいただきました。プレゼントをいただいた電子書籍を読んで感じたのは、やっぱり目の前で起きていることと向き合えることが人が強いんだなと感じました。夢みたいな熱を持って初めても、目の前で起きている現実や目の周りの人と向き合えない人は自分の資金を失って相場から退場するだけなんだなと感じました。メンタルの鍛錬や FX の取引についてより深く光代さんから学びを得たいと感じました。以上、感想をお送りさせていただきました。あとは書籍や動画を送っていただきありがとうございました。私はトレードを始めて1ヶ月ですが、重症なポジポジ病にかかっています。ちゃんと勉強しなくちゃと思っていろいろ調べていて、光代さんの YouTube にたどり着きました。今まで何をどのように勉強したらよいか分からなかったのですが、目の前に道が見えたような気持ちになりました。いただいた動画は内容が濃く、何度も繰り返し見ています。光代さんの主張とメンタルを自分のものにできるまで頑張ります。よろしくお願いいたします。と、はい、感想はいろいろありがとうございます。本当にですね、もう皆さんおっしゃってるように日常が、大事です。その日常の中での実践の上で、今日お話しするようなですね、ロウソク足とかヒゲの、話ですね、そういったテクニックっていうのが、後から乗っかってきますので、まずは自分のですね、日常っていうのをしっかりと、変えていくというか、振り返って整えていくっていうことを一緒にやっていければと思います。僕もね、日々それはやり続けていることなので、怠けたらね、絶対僕も調子崩すしずれていきますので、そこはもうずっと終わりないですね、旅、終わりなき旅というかね、やり続けていくことかなと思ってます。で、早速ですね、ロウソク足の話ちょっとしていきたいんですけど、ロウソク足とヒゲのその関係性っていうか、こういう時にはこういうパターン動きになりやすいですよっていうのをちょっとまた改めてシンプルな見方っていうのをちょっと紹介していきたいんですけど、重要なやつにちょっと絞ってね、お話をしていきます。で、最初にちょっとね、大事なことを共有しておきたいんですけど、ロウソク足とそのヒゲの出現ですよね、その時に
もちろんそのローソク足とヒゲ単体でも機能するときはするんですけど、よりその精度を上げるために見てほしいのが、その特定のローソク足とヒゲのパターンが出たときに、そこにまずサポレージ、明確な強いサポレージがあるかどうかで、2つ目がそこに節目があるかどうかですね。価格の節目です。例えばドル円だったら100円とか110円とか105円とか、まあ、何かしらそういった節目となるような価格帯があるかどうかですね。あとはこれも僕よく言ってるんですけど MA ですね、移動平均線、日足レベルでの移動平均線、100日、100期間とか、まあ、200期間でもいいんですけど、こういったオーソドックスなやつです。オーソドックスなやつのところまで到達したときに上髭がバーンって出たとか、もうそういうところは鉄板なんで、そういう証が重なったときはもう狙いに行った方がいいんですね。でまずこのサポレージがあるか、明確な、2、節目かどうか、3、MA があるかどうか、この3つのうちのどれかでもいいし、2つ重なったときでもいいし、3つ重なったときはもう強気でいくっていうような感じで僕はやってますね。でそれを前提として、じゃあその場面でこういうローソク足とヒゲがのパターンが出たら結構強いシグナルですよっていうのをちょっとお話をしていきたいんですけど、まずですね、例えばずっと下げていったとしますよね。そこで、まあ、1回下をつけて、まあ、長い下ヒゲつけて、その後、まあ、上昇していって、例えばここが始め値だったとしますよね。そしたらまた下ヒゲつけて、この始め値を超えて高値で引けたみたいな陽線ですよね。こういうようなローソク足、ある程度下落した後にこれが出た時ですね。でさらにそこに例えばこの辺に強いサポートがあるとか、うん、そういうケースですよね。これがこのパターンが出たら、ここからはもうほぼ、もう確実とは言えないんですけど、ほぼ間違いなくこのパターンの時は絶対次こう、まあ、上昇していくんですよ。うん、一瞬、今これが絶対とは言わないですけど、一時的にトレンド転換が起こるか、本当のトレンド転換が起こるかですよね。だからこの反発の動きを取りに行くっていうのはもう鉄板です。だから逆に言うと、明確なサポートがそこにあったとしたら、このパターンがそこで出ないかどうかを見るっていうことなんですよ。だからこのローソク足とこのヒゲのパターンが出たら指導するっていうよりかは、これがここでもし出たら乗ろうっていうふうに決めておくっていうことが大事ですね。はい。でじゃあまあ次の、これまた後で実際のチャートはお見せしたいんですけど、次のパターンですね。これは上ヒゲをつけましたと。まあ陽線ですね。で上ヒゲつけた後にまたちょっとこう下げてきて、でここから再度こう試しに行った時に、このつけた上ヒゲのところまでこう行った時に、ここでまたこうなるのか、それとも突破するのかっていうのをまあ見極めていくというか、しっかりと見ていくことが重要ですね。このパターンも明確に流れが変わるポイントなので、この長い上髭を突破したらこれかなり強いので、ここから一気にまた伸びる、この上髭の分というか、このローソク足の分だけ反対側にブレイクしていくケースって多いんですよ。なのでそこはしっかりと狙っていく、もしくは超えれずにやはり下に落ちてきたら、やっぱ失望で一旦戻りますよね。でダブルトップとかで落ちていくので、ここも狙い目なんですよね。どちらにせよ狙い目なんですよ、こういうポイントっていうのは。だからこういう場面をぜひ見逃さないように見つけれるようになっていってもらえたらと思います。で次の3つ目っていうのが、これはあえてヒゲがないバージョンです。例えばずーっとこう下げて下げて、最後のヒゲがこんな感じで終わってるやつ、ここの下ヒゲがない、下ヒゲがないっていうのはつまり安値と終わり値が一緒っていうことですね。つまり最安値で引けましたっていうパターンですね。うん、こういうローソク足の時って翌日にこれ絶対影響を与えるんですよ。これで引けた時、翌日の
だいたい最低午前中ですよね。午前中はこの下落の流れを引き継ぎます。これは上も一緒です。こうやって陽線で引けた高値と終値が一緒の場合、翌日の午前中も高値圏でこう推移する、その流れが継続する場合が非常に多いんですよ。ただしそれはあくまでも午前中であって、午後からはその効果は薄らいでいくんですね。なので、まあ、午後また下げていくこともあるし、それはケースバイケースなんで、特に午前中はその直近の流れを引き継いでまた上げていく、そこから一段上げていく動きっていうのが起きやすいので、そこで、その流れをに乗っかっていくっていうのはありだと思います。まあこれが陰線だったら売りで乗っていく、陽線だったら買いでちょっと乗っていくっていうことですね。うん、で、この3つの中でも特に僕が一番好きな一番最初のパターンですよね。まあ一回下髭つけて、その後始め値を超えて上で引けていく、上がって引けていくパターンですね。実際にちょっと事例見てみたいと思います。はい、こちらね、ドル円なんですけども、これね、見ていただいたら分かるようにですね、ここ下ヒゲつけてますよね。これ日足ですけども、その後ちょっと上にこう上がっていってますけど、この下ヒゲが出たポイントっていうのが重要なんですよ。はい、見ていただいたら分かるように明確なサポートがありますよね。ここですよね。非常に分かりやすいサポートだと思います。これは明確に止められてる。ここ1点2点で3点目ですよね。でここで超えれずに下髭をつけて上で上がってきて、初めて超えて陽線で終えたということは、このあとはもうほぼ上がるんですよ、こういうケースっていうのは。だから単純にただローソク足と髭のパターンだけを見るんじゃなく、そこに、移動平均線とか MA ですよね、とかサポレージ、あとは価格の節目っていうのを重ね合わせていくことによって精度が爆発的に上がるということですよね。で、ここだったら、例えば、104.50 つけた後反発してるんですよ。これも一応節目ですね。50って節目になりやすいんですよ。これはもうどの価格帯でもそうですけど、多分 100.50 とか 101.50。 うん。で、さらに強いサポートがここにある。そして下髭をつけて陽線で引けた、もうこれは一旦上がるなっていう、もう典型的パターンですよね。で、まあ実際に下髭つけて陽線で引けた後上に上がってきてますよね。まあ、ほぼ1円以上上がってますけど、まあ、その後また1回反落しますけどね。この後どうなるかっていうことですよね、流れは。っていうことですね。ローソク足とヒゲだけで、もちろんそれでもいいんですけども、そこにサポレージ、節目、MA を重ね合わせていくことによってですね、非常に強力なサイン、シグナルとなりますので、ぜひですね、過去チャートからもそういうところを探してしっかりと覚えて、リアルタイムのチャートでもそういうのをしっかりと見つけられるようになっていけたら、トレードですね、取れる利益ってもっともっと上がっていくんじゃないかなと思います。ということで、何か質問とかあったらコメント欄の方にですね、コメントいただいたり、メルマガの方で送ってもらえたらと思います。チャンネル登録とね、いいねの方もぜひお願いします。ということで、今回は以上になります。ありがとうございました。